どうしたの、兄さん。変なの。何？兄さん、難しい顔して。約束してよ、兄さん。ちゃんと戻ってくるって。危険なことはしないって。Thank you.
最初から兄さんに出会った時から、あの時からずっとだよ。私、親のことも自分のことも何一つわからない。そんな私がこうしていられるのは、いつでも兄さんのおかげなの。名前を呼んでくれて、微笑んでくれて、こっちを見てくれる兄さんがいるから。兄さんがいるから私生きていける。いろんなこと考えなくても済む。大事なんだよ、兄さんのことが。私なんかよりずっとずっと。だから兄さん、約束して、忘れないで。絶対何があっても私を一人にしないって。バカなんだから、兄さんは。やっぱり。ありえない配列ね。死の天使、ダストエンジェルか。
なるほど。これがクインテセンス、魔軍の真というわけね。ストライフ、聞いてるかしら、ストライフ。どうかしたかい、コールドブラッド。そちらの状況はどうかしら。状況なら進展ありだよ。ついさっき執行者がマスターにアクセスした。それから彼もどうやらツワルに行く気らしい。そう、それでマスターは後ろを向かせろと言っている。だからそうするつもりだよ。今のところは外に出さない。それでリリス、君も何か進展があったんじゃないのかい。あら、わかる？わかるさ。君が用もないのに俺と連絡を取るわけないだろ。まあ苦情ってことも考えられるが、それなら開口一番切って捨てて終了だ。同様にめでたい報告にしてもまた同じ。思うにリリス、君は今悩んでいるね。すっぱり言うのね。君と接する時のコツなんだよ。で、何があった？いや、やっぱり言わなくてもいい。どうせ言う気もないんだろうから。そんなこともないわよ。仕事だもん。さあ、どうだかね。市場で仕事はできないだろうに。よく言うわ。で、結局のところは何なんだ？まさか俺を相手に人生相談がしたいわけでもないだろう。当たり前でしょ、そんなことは。君にとって待ち望んだ報告だから、しっかりと聞きなさい。と、言うと？情報よ、ベルゼバブが見つかった。本当に？ええ。どこで？いや、一体誰がそうだったんだ。いくらなんでも見つかるのが早すぎるよ。そうね、私が一番驚いてる。ノー君だったかしら。彼の妹、大当たりよ。それはまた。
違うな。あの人に言わせれば予言の通りということか。ま、それはいい。で、これから君はどうするんだい？あの少年、ショックで死ぬかもしれないよ。なんなら、俺が適当になだめすかしてやってもいいけど。悪い冗談。君には君の仕事があるでしょ。ま、そりゃそうだがね。ジューダス・ストライフはいつからそんなモラリストになったのかしら。君は剣、いや弾丸だと言ってたでしょ。もっとアイデンティティに誇りを持ったらいかが？そりゃまあ確かに。じゃあどうする？彼は銀30枚で貼り付けか？必要ないわ。どうして？それは彼にはエリキシルとかいうドラッグの調達を依頼した。君の彼氏を警戒してヘビが差し押さえている代物よ。つまりあの子、ボディチョッパーの分際でこの町に反逆するというわけね。私たちが手を下すまでもなく勝手にのたれ死んでくれるわよ。それはお見事。さすがはコールドブラッドだ。学のために知りたいんだが、一体どんな餌で釣ったんだい？別に、ただ外に連れて行ってあげるとね。それだけよ。なるほど、それは効果的め。だが、もしも彼がそれを成したら、君はどうする？約束は？どの道妹は連れて行くんだ。少年の一人や二人、今さら大差ないとは思うがね。どうなんだい、そこらへん。そうね。無能なものをあちらに連れて行ってどうするの？仮に蛇を出し抜けるほどの少年なら無能というに語弊がないかい？無能でなくとも無用であることに変わりはない。そういうことよ、ストライフ。彼はツォアルにたどり着ける免罪符を得ていない。ソドムで死ぬのが定めでしょう。報告はこれで終わりよ。無駄話もついでにおしまい。了解。それじゃあケリもついたし、そろそろヘビを潰すとするかな。君の実験台にはちょうどいい相手でしょう。ああ、そうだな。それじゃあリリス、我らが死、父なるマスターの祝福を。